はいどうも櫻井翔が世界一大好きジーンです。ザ・ミュージックデーで急遽ね櫻井くんと亀梨くんがねコラボしたってことで話題になってますね。というのもねあのカトゥーンの他の2人のメンバーがねコロナにかかって出れなくなっちゃってね。うん、でこれに対してねこんな風に。 微妙とか言ってるやつがいますね。いや、ほん許せないなって思いますね。うん、いや、あれ見てね。批判するやつの神経が分かんない。俺はもうね。めちゃくちゃ感動したけどね。うんで桜井君はね。ところどころね。ラップでね。あの手助けしてたんですけどね。うんやっぱね。本物ですね。うん、やっぱ一流ってね。こういうイレギュラーな時にね。どう対応するかだからね。 いや、桜井くんがね、司会者でね、ほんと良かったですね。うん。いや、ぜひね、これからも頑張ってほしいし、こうやってね、批判してるやつは許せないなって思います。でうってこと。